はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、記憶に定着させる勉強法についてお伝えできればと思っております。勉強したはいいけれども、全く覚えられない。何度も何度も同じ問題間違えてしまう。そういった方はぜひ、今回の動画を見ていただければと思います。で、試験に合格するためには、もう何度も何度もお伝えしてるんですけども、丸暗記学習から理解学習に変えていく。これがすごく重要だよ、っていうことをお伝えをしております。で、この理解学習っていうのは大きく分けて3つあって、問題文の理解、質問内容の理解、解説の理解、この3つがあるんですね。で、今回お話しする内容でいくと、この解説の理解の部分になります。で、この解説の理解ってどういったものかというと、いわゆる法律、ルールをちゃんと理解をして頭に入れていきましょうっていう話なんですけども、すべてをすべて理解しなければいけないのかっていうと、そうじゃないんですね。理解すべき部分については理解をする。覚えるだけでいい部分については覚えるでいいんですよ。で、今回はどちらかというと、この覚える部分に焦点を当てています。まあ一部ですね、ここの具体例考える、こっちについては理解をするっていうふうに入ってくるんですけども、まあおおよそですね、まあ覚えるだけの部分についての話になってきます。なので、覚えるのが苦手という方はぜひ今回の動画参考にしていただければと思います。で、話の概要なんですけども、受動的な勉強から能動的な勉強に変えていきましょうと。いう話なんですね。受動的な勉強ってどういったものか、まあ、いろんな視点があるんですよ。いろんな、見方があるんですけども、今回お伝えをする内容でいくと、この3つです。1つ目、線を引くだけ。ラインマーカーを、蛍光ペンで線を引いたりとか、アンダーラインを引いたりとか、まあ、そういった勉強ですね。それだけの勉強っていうのは、これは受動的な勉強に入ってきます。あと、語呂合わせを作るだけだったりとか、語呂合わせを、まあ、もうできた語呂合わせを覚えるだけ。これも受動的な勉強になります。あとテキストを読むだけ。まああまり何も考えずにだら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 テキストを読み進めていく。これも受動的な勉強になります。こういった勉強、例えば線を引くっていうのは、これは能動的な勉強じゃないのかって思えるかもしれないんですけども、実際のところ線を引くだけで満足する方が非常に多いんですね。そこで止まっていたら一向に頭に入らないんですよ。だから線を引くだけにとどめないで、さらにそこから能動的な勉強に進めていきましょうっていう話です。語呂合わせも同じです。作っただけではそれは頭に定着しません。またそれを覚えるだけでも実際応用力つきません。問題が出た時にこの語呂合わせ使えるかどうか別の話なんですね。覚えていたとしてもその語呂合わせを実際の問題で使えなかったら意味がないですよね。さらに使えるようにしていかなければいけない。そうするために能動的な勉強に進めていかなきゃいけないって話です。またテキストを読むだけ、読んだだけでは全然頭に入っていかないので、さらに能動的な勉強をしてこれを使える知識に変えていきましょうという話です。で、じゃあ能動的な勉強って具体的にどういったものなのか、基本的な考え方として2つあります。まず1つ目、思い出そうとする労力を脳に課すっていうことなんですね。思い出そうっていうふうに自分自身努力するってことです。この思い出そうとすることによって覚えようとしている内容が頭に定着してくるんですね。人は忘れる動物なので忘れること自体問題はないんですけども、それをじゃあ頭に定着させるためには、あれこれ何だったっけ、なんか昔勉強したな、勉強したけども思い出せないな、え、何だったっけって考える。まあ、長時間考えたらそれ時間の無駄なので、少しだけでも考えてみて、思い出そうとする努力をするってことが重要ですよ。っていう話です。で、2つ目、自分の言葉に置き換える。単に、テキストとか、過去問の解説とかに載っている法律用語をそのまま頭に入れようと思ったとしても、なかなか頭に入らないんですよ。なので、自分自身の言葉に置き換えて噛み砕く。そうすると腹に落ちやすいんですね。なので、この2つを駆使しながら、勉強を進めていくことによって、これまでと同じ時間で、より効果が高い勉強をしていきましょう。っていうのが、能動的な勉強になります。同じ過去問を解く、1時間同じ過去問を解いたとしても、受動的な勉強だったら、10しか頭に入らない。一方で、能動的な勉強をすることによって、30、40って頭に入っていくっていう話なんですね。非常に効果が高い勉強法なんで、ぜひ実践してみてください。じゃあ、具体的にどうやってやっていくのかっていうと、今、1、2、3ってお伝えしたんですけども、これすべて、何々だけっていう言葉が含まれているんですね。つまり、単に線を引くだけではなくて、プラスアルファ何かをやっていきましょう。語呂合わせを作るだけじゃなくて、プラスアルファ何かをやっていきましょう。っていう話なんですよ。じゃあ、プラスアルファで何をやっていくのかっていうと、基本的にはやはり問題を使っていくのが非常に効果的です。
問題を解きながら、例えば語呂合わせを使っていく。まあ、自分で作った語呂合わせを使ったりとか、またもうテキストとかね、ネットとかに載っている語呂合わせ、それを使っていく。ある一つの語呂合わせに関する問題をたくさんやっていく中で、何回も何回も使うことによって定着していきます。これ使わないと定着しませんので、ぜひ使ってみてください。で、続いて、1話でもお伝えをしたんですけども、思い出すっていう作業を行うんですね。問題を解きながら、あれこれ何だったっけ？あ、これちょっと前に勉強したなって考えて、そこで思い出せなかったとしても、解説を見て、あ、そうだそうだというプロセスがすごく重要なんですね。何だったっけって考えて、解説をもう一回見て、ああ、そうだったな、ということをすることで頭に定着してくるんですね。なので、思い出す努力しましょう。で、三つ目が具体例を考えるっていうことなんですね。これはテキストを読むとか、線を引くだけではなくて、線を引いた部分とかテキストを読んだ部分で、あれ？これどういうことなんだろうってことを考えるわけです。考えて、わからなければネットで調べる。その時に具体例を調べるとすごくいいと思います。そうすると線を引いたポイントだったり、テキストに書いてある内容、これを理解をするっていう助けにもなります。で、理解できればより頭に定着しやすくなるんですね。で、これについてもできるだけ自分の言葉に置き換えて簡単な具体例を考えるのはいいです。まあ、複雑な具体例にするとそれなかなか頭に入ってこないので、まあ、簡単な具体例を、まあ、調べて見つけてきて、で、自分なりに分かりやすいように、噛み砕いて、ちょっと修正とか加えて頭に入れていく。まあ、こういったことをやっていくと、すごく効果的な勉強ができますんで、ぜひ行ってみてください。で、実際弊社の個別指導では、問題を解きながら勉強するってことを中心に行っているんですね。テキストもちろんあるんですけども、テキスト読んでください。で、その後、過去問を解いてくださいってやると、まあ、時間かかりますし、このテキストを読むときに、多くの人が、このテキストを読むだけになっちゃうんですよ。なので、弊社の個別指導では、もういきなり問題を解いていってくださいっていうふうにしてるんですね。まあ、実際問題を解くというよりも、問題と解説を読むっていう勉強にしてるんです。で、弊社の個別指導の解説っていうのは、その解説の中にテキストの内容とかもう含んじゃったりしてるんですね。初めての方でもその問題と解説を見れば、その問題については頭に入れることができる。その問題のポイントについては頭に入れることができるように解説していますので、まあ、テキストを実際初めて勉強される方でも読まずにどん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 進めていっている方、意外と多いんですよ。そうすると時間の短縮にもなりますよね。短期間で実力を上げることができます。また弊社の問題集っていうのは具体例も書いてありますし、また理解すべきところはもう理解すべき内容も書いてあります。なので非常に効率的かつ効果的な勉強をすることができるんですね。だから短期間で合格する力をつけることができるわけです。なのでもしあなたが短期間で実力を上げたい、無駄な勉強したくない、効率的な勉強をして今年絶対合格したいという方はぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご覧いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。ベトスの小野でした。